こんにちは、トイズガオです。本日はこちら、ソード仮面ライダージオーライドプラス仮面ライダー忍びです。はい、仮面ライダージオーに登場した未来のライダー仮面ライダー忍びですが、まあスピンオフでね、個別で配信での作品がねありましたけども、はい、もう見るからにね忍者ライダーっていうのがわかりますね。はい、そしてねベルトが時空ドライバーに似たような感じのねベースで、でここに風車を取り付けると変身するというね、このねベルトはプレ版でね、もうすぐ発送されますけども、はい、未来のライダーは忍びとクイズと機械というね3人のライダーがいますけども、まあその中でもまあ個人的には僕ね忍び、その3人のライダーでは忍びはね結構好きですね。裏面はこのようになってまして、このね一箱の中にはこの忍びだけ入っておりまして、でこのね別売りのオプションパーツにこの刀が2本入っているんでね、それと合わせて遊ぶことができます。はい、それでは開封していきたいと思います。はい、セット内容は、仮面ライダー忍び本体と肩パーツが左右1個ずつ、そして、このマフラーのパーツが付いております。はい、そしてシールと、ガムが1個付いております。はい、シールはそんなに枚数はないですね。はい、ではこちらを貼っていきたいと思います。
はい、ということで仮面ライダー忍び完成いたしました。はい、シールはねそんなに枚数はないんですけども、まあやっぱね顔のところとかがね細かいんで若干難しいかなと思いますね。で、手首周りのこのねぐるっと回るシールはあったんですけども、この足首のところのシールはぐるっというのがないですね。これはこういう色なのかどうかちょっとわかりませんね。で、このね紫のこのシールね、こういうのがね、これね前半分だけなんですよね。この腕にしてもそうですけども、これがちょっとねもう後ろの方もやってほしかったなっていうのはあるんですけども、はい、まあこのね前を向かしとけばそんなにね、まあ暗い色なんで、まあ、そんなにね目立たないなっていうのがありますね。はい、そしてシールこれ1個ね、この忍びっていうのがありますけども、これはオプションパーツについているこのスタンドにね貼る用なんですけども、まあでもこれはディケイド用にするか忍び用にするか、まあ他のクイズとか機械用でもねいいんですけども、まあこの個別で付いてませんので、まあこのねオプションパーツの箱だけねいっぱい買って揃えるっていうのもありなんですけども、で忍びの方はワンボックスに1個なんでね、まあ結構今回集め安いかどうかちょっとわかんないですね。はい。で、こちらのオプションパーツセットには、忍びの刀が2つ入っておりますので、次回ね、このオプションパーツセットのレビューをやりたいと思いますので、その時に、戻してみたいと思います。はい。ということで、今回は、双胴仮面ライダージオーライドプラス仮面ライダー忍びをご紹介しました。はい。まあ、双胴はね、まあ、出てきたキャラクターほぼ全て網羅するというね、そんな感じがしますので。まあこの忍びもね、クイズも機械も出たわけなんですけども。まああとね、アナザーライダーとかもね、やっとこの時期になって出ましたけどもね。これからまあ出していくと、全部出る頃にはもう番組終わっちゃってるんじゃないかと思いますけどもね。まああと出るとしたら、アナザーライダーとグランドジオぐらいですかね。まあアーマーの方もまだ残ってるんですかね。はい、でも双胴のライドプラスなんでね今回は、なのでまあちょっとそのいつものナンバリングとは外れてですね、でこのまあディケイドもそうですけども、忍びクイズ機械もね一箱で1体が完成するというものになってまして、結構コスト的にもね一箱に対してはかかってると。だいたいいつもね2箱で1個完成するので、この一箱で1個完成するとなるとね、ちょっと無理している枠だと思われますね。はい、まあ値段的にもね、普通の双胴は400円台ですけども、これは500円超えちゃってますんでね、値段的にもね、ちょっとかかっちゃう感じですね。はい、ということでね、まあ今回このラインナップでは、ディケイドと忍びとオプションパーツセットを買ったんで、次回ね、このオプションパーツセットの中身をね、じっくりとレビューしたいと思います。はい、ということで、以上、トリズガオでした。ありがとうございました。ツイッターもやってますので、そちらもチェックしてみてください。評価、コメント、チャンネル登録などもよろしくお願いします。それでは、またねー。